はい、皆様こんにちは、加山麻里乃でございます。今日はね、久しぶりのちょっとメガネスタイルなんですけれども、今日のテーマは行政書士は辞めた方がいいということで、5年目のですね、現役の行政書士の先生がですね、ブログで、解説していた内容をですね、うちの動画で取り上げながら、いろいろ話していければと思っているんですけれども、行政書士辞めた方がいいみたいなですね、理由、そしてその解説みたいな話をしていてですね、まず1つ目、行政書士がまず難関資格であることですね。合格率 10% ということで、行政書士の試験って本当にね、年によってバラバラなんですけれども、本当に初学者が行政書士になるには、それは簡単なことではないわけですから、相当量のですね、勉強が必要であると。はい。で、ただ、誰でも受験できるっていうのがですね、もちろんありますから、合格率 10% と言いつつもですね、募集団の質を考えたら別に 10% ではないと思うんですよ。司法書士もそうです。合格率 5% って言われていて、超難しいって思えるかもしれないんですけど、募集団の質がそもそも、そんなことないわけです。誰でも受験できるから、本気じゃない人も入ってるんで、本気な人だけで、見てみればですね、合格率 20% ぐらいあるんじゃないかなって私は思ってますけれども、一つ目は難関資格、だけど誰でも受験できるチャンスはあるわけですから、その点はそこまでやめた方がいい理由にはならないと私も思います。で、2つ目、就職できないということで、これは本当にその通りだと思います。行政書士は司法書士や税理士と違って、もう独立開業ありきの資格っていう色がですね、強すぎる。都心であればですね、いくらか行政書士の求人ってありますけれども、田舎に行ったらですね、行政書士取って、勤務行政書士やりたいって希望しても多分ね、ほとんどが叶わないと思います。司法書士であればね、勤務先どこでも本当にあります。司法書士は本当にね、そういう形態なんですけれども、行政書士は都心でもね、わずか ですし、私の知り合いでもですね、最近行政書士になった若い女の子いますけれども、就職先がないってことで泣く泣く開業してるっていうね、現実ですので、就職目当てだったらそれは難しいと思います。はい。で、3、独立しても食えないということでね、これはね、食べてる人もいるってことなんでね、これもそうですよ。これはどの業界でも同じ。行政書士関係なくて、司法書士でも独立して仕事ない人はないし、普通にサラリーマンから脱サラしてやってもですね、仕事がなくて潰れていく人っていうのはいるわけですから、行政書士は関係ないかなって思います。はい、これやり方次第。で、4つ目、 AI で仕事を奪われるってことが言われてましたけれども、これはですね、AI 問題っていうのはですね、もう答えが出てるじゃないですか。司法書士も、どの業界も言われてるけれども、 AI とともに、仕事をしていく。 AI で司法書士たちは仕事を効率化させて、 AI にとって変わられない部分だけ、価値として提供していくってことがもう答えは出てるわけですね。で、 AI 唯一できないこと何かって、やっぱコミュニケーションとかじゃないですか。こういったところでね、私たち何を提供していくかっていうと、もう法的知識とかね、正確なものっていうのもそうですけど、それは AI がね、もう時間とともにやってくれるわけですから、そこじゃなくてお客さんとのコミュニケーションを取ってみていったりとか、もっとですね、 AI ができないことをですね、価値として提供することが資料、他の人にも求められるわけですから、別に行政書士はやめた方がいいの理由じゃなくて、これは資料全般に言えるのかなというふうに思います。はい。そんな感じでですね、よく行政書士がうんぬんかんぬんって議題に上がるのはですね、多分行政書士の仕事の範囲がですね、相当広いこと、それから食べれてる人食べれてない人の格差が激しいこと、であったりとか、あと入り口として挑戦しやすいこと、やっぱりいろんな要素があって、そういう意味で行政書士の資格ってきっといろんな論点から語られて面白がられるのかなと思います。で、私個人としても、行政書士の先生って本当にですね、弁護士以上にピンキリで、いらっしゃってですね、本当に全然、ダメな先生もいればですね、いい先生といいますか、どの弁護士よりも稼いでいるトップクラスの行政書士の先生もいて、本当に、この落差が激しくてですね、業界見てると、こうやって、時流に乗っていくんだなとか、勉強になること本当に多いなと思います。ダメな先生本当ダメですよ。私すごい面白かったんですけれども、飲食店だから、簡単なですね、許認可をお願いしたらですね、役所だか警察署だかからですね、行政書士に電話してきてですね、これってどうですかって言われて、私答えたらですね、そのままその窓口にですね、この
こう同じことを言うってこう伝書バトをですねずっと繰り返し続けて、結局ねなんかその日はですね申請できなくてまた持って帰ってくるみたいな先生って一体どういう役割やねんって思ったことありますけれども、そんな先生もいればですね、そうじゃなくてもうね私には全く理解できないもう宇宙人並みのですね、金融知識をつけてもう六本木ヒルズに住んでしまっているみたいな先生もねはいいるわけですよ。俺本当にすごいなと思います。もう本当にもうその人は行政書士じゃないと私は思ってますけれども、まあ、でもね行政書士として業務されていて六本木ヒルズに住んでしまうみたいなね先生もいるわけですから、夢があってねなかなかいい資格だなと私は思っております。はい、自分にね自信があったらぜひね挑戦するっていうのはいいんじゃないかと思いますね。はい、ということで、いろいろと話がそれましたけれども今日はですね行政書士はやめた方がいいということでね5年目の現役行政書士さんが考える理由とアンサーということでね、ご紹介し、されてましたので、うちでも紹介させていただきました。本日は以上でございます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。